ください。いらっしゃいませ。えっと、今日は、えっと、一番マイクかな、それ。はい、そうですね。今日は、みぞさんのお休みですね。で、ちなみに、今日ゲスト呼んでない。出張行ってますね。あ、大阪に。あ、食べったんですか。ちょっと。休職しないといけないからですね。それもあったんですけど。手交代取れたんですね。

というか向こうから連絡待ちじゃないですよあ、じゃないよこっちから行くんですよねそうですよだからあの手を直ってからですよねあ、初めてかもこいつとあるのはいええ はい、六月二十五日土曜日お昼になりました。耳ぐっすいの楽昌大学始まりましたけど、上原さん、はい,はい,はい、はい、ですね。楽昌大学気象台でちょっと警報が出ております。ななんか、<laughs> 片吹い注意報ですね。あのここ、あ今日、あ F.M. ウキネワンですね。とってもあの東シナ海がとっても綺麗に見えるんですけど、先ほどですね、家でなあたりすっごいあの肩吹いの雨雲が、はい。あちょっと雨降ってましたよ。あ降ってました？うん。 こういう時に限って、あのお布団とか干している方ですね。沖縄中部のあたりはですね。あの楽勝大学。あ、洛中大学あた,たりはですね。たもあのう、干し立ったから。<laughs> 片栗で <laughs> 太いが、布団がびしょびしょになるかもしれませんけど、ということで。でも、本当にあの梅雨明けと同時に、すごい天気いいですね。あの、はい えっと、23日の慰霊の日ぐらいからじゃないですかはい、はい、もう大変でした、うん、あれぐらいが本当に本格的に夏になり私、あのー、ちょっと今からちょっといろいろと思うところがあって髪をばっさり切ったんですけど。 な,なんか伸ばしたつながるとかってっあ繋がるって言ってたんですけどちょっといろんなとある方からですねお,とお,さんお父さんって言っちゃうともう妻ってばれちゃうんですけどこ,こんなんであんた誰も雇ってくんないよ、ね、<laughs> いやいやそういうあれでもないんですけどね、うん、髪伸ばすポリシーもあったんですけどあのちょっと2年前のちょっと短い髪型にしてちょっと。うん はいちょっといろいろと活動してみようかなと思って、はい、だから懐かしいなと思ってあそうですかさあ<ー>実はこれ二年前もっと短いひよこカットって僕勝手に言ってた、ね、あのほぼあの一応これビ美,美容美容師じゃ美容師じゃなくてあの美容院で切ったんですよ<ー>はいそこ月曜日行ったんでそこしか空いてなかったと思ったんですけど <laughs> え切るんですか切りますけどバッサリやってくださいって言ったらいいです,よいいですかみたいなで,でこの日差しじゃないですか、うん、僕も二十八歳日ちょっと フラフラッとまあフラフラットっていうんじゃないですけど、うん、ちょっとまた平和行進みたいなことやったんですけど帽子忘れたんですよねうん、うん、もうこの直射日光あの地肌にもう頭当たりまくりっていうか本当に髪短いと大変ですね <laughs> あ<の>そうですね<は>髪短かったら,から帽子かぶらないとやばいですねあれがクマ <laughs> さ,んさんかぶってきゃよかったですね <laughs> だから、よくあの甲子園球児なんか坊主の方多いじゃないですか。あ,あ,うん、あ、やっぱ、ああいう人とかも帽、もう、あの胸、帽子かぶってなかったら、大変なことになります。よねそうそうそう頭日焼けしますよ。は、う、い、ん。あの、上原さんも、あの、野球やってたっていう、ね。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう。やっぱ、あの、ずっと坊主だったんですか。かずっと坊主た。<laughs> <laughs> <laughs> そんな感じでですね、多分ユーストリームを見てる方とかだったらあのバッサリ切ったあの楽勝大学パーソナリティの北に白い毛も見れると思うんですけど、はいそういう感じで楽勝大学始まりましたけどで、えー、ゲストのはい、えー、もう先に <laughs> もう喋ってますけどオレンジ席はいオレンジ席の方がおります来ましたということで今日はですねあの三ツ尾さんがあの 大阪出張でいいんですか？出張ってでいいです。あ本当ですか出張でなんかまた行かれてるということで今日は二人でお届けするということで、さあどんな番組になるかあれなんですけどであのなんだあのあれの話してください。はい。と鉄道の話。ああ戦車もしましたもしかして。したけど元あのいっぱいふふわの風呂敷の中いっぱい入ってますよ。なんですかあの入れの日になんかどっか行かれたんですか。あ入れの日にちょっとやっぱちょっとあのそういうなんていうんですかねやっぱり。 まあ、23日ってある意味区切りの日じゃないですか、うんうん、本当は沖縄戦って組織的戦闘は23日で終わったよっていうことになってますけど、うんうん、実はそれ以降もやっぱり散発的なこういうい戦闘は続いてたんですよね。本、ねうんうん、本当当ににどちらかとというと本当にあの 一応8月15日が終戦記念日って日本になってますけど実際、本当に幸福文書に調印したのは9月の2日だったかなうん、うん、だからあの諸外国ではあの連合国側って言われてるところはあの9月の2日が本当にあの勝利記念日みたいな感じででも日本はその前にあのボツダム宣言っていうのを受けて。うんうん 15日に一応終戦になってますっていうことなんですけどうん、うん、沖縄もどちらかというと9月までやっぱりやんばるたりとかああいうふうに遊撃戦っといってそういうあの中野学校っていう日本にもやっぱりスパイ学校ってあったんですよねうん、うん、そういう人たちがですねあのまあそういう北部の方であの、まあ、少年兵とか。うん あとは地元の人とかをこう徴兵というかそういうふうにしてちょっとゲリラ戦をやってたんですよ、結構<ー>。<laughs> それって何ですか、あのあのこの6月23日に牛島が中、はい、自決して。はい あの沖縄戦,終,戦したあ終わったっていうのを知らなくてやってるってことですか、はい、もう通信機能はもうずだぼろだったのでか、はい、そうですそうですす頑頑張って頑張ってますあのえっ横井翔一さんとか小野田さんなんかもやっぱりフィリピンあたりでそういうふうにこれは、えー、あのもう日本を戦争終わりましたから出てきてくださいって言ってもこれは嘘に決まってるみたいな感じで戦ってたのはあるんですけどあ警備員鉄道の話もやっちゃっていいんですか今日は。ははいい あの本当に僕が京便鉄道に興味持ったっていうのは京便鉄道とはは本当は便鉄道っていうのが正式な名前なんですけど、はい、あの沖縄にも昔あの明治の後半あたりから鉄道を行ということでやっぱり大きい貨車だとやっぱりいろいろコストとかもかかるのでうん、うん、ちょっと小型な電車みたいなをもうちょっと。 とグレードアップしただから何て言ったらいいんですかね、あのー、あのちょうどあのネオパーク沖縄でありますよねあれあの大きさです大体ほぼあんなちっちゃいかわいい建物じ,じ,じゃないけど荷物とか乗せるやつです、ね、そうでね。そうです で<ー>どちらかというとメインとしてはやっぱりあの人員というか人を運ぶというよりかはあの冬期日トウキビですね。あなるほどね。うん、あれを運ぶのにということで引かれたのもメインでカデナなんかもカデナロータリー近くにあのカデナ駅終点カデナ駅カデナ線のですね。うん、はいはい、はい、あるんです。あの近くに実はあのカデナの製糖工場があったそうです。へ<ー>はい。それやっぱり那覇港とか。 あとヨナバルですねヨナバル線もどちらかというと今こういう東シナ海とかのああいう那覇府島とかうん、うん、ああいう信港とかがメインになってますけど実はヨナバルもすごい港として栄えてたんですよねあ,<ー>あの大正時代あの、えー、と昭和天皇が皇太子の時代にですねはい、はい、あの沖縄に立ち寄った時、うん、那覇港じゃなくてヨナバルの港からあの上陸して 警備鉄道を利用して那覇まで行ったっあの皇太子時代ですね、<ー>そういうのもあって、ですねあの本当に輸送機関っていうか、冬日、うん、とか、冬日、うん、がメインですね、あとその路線って、嘉手納線、与那原線、糸満線ってあるんですけど、あと西原とかには、どうやって、じゃあ里木の、里帰りの一応、生徒工場もあるけど、どうやって運んでたのって言ったら、実は馬車軌道があったそうです。わかりますあの路面電車をさらに あの下げた。あの馬で、ああいうふうに、あの、とっとことっとか、あの、あ<ー>引いてるみたいな。はい、うん、馬車じゃないけど、ちゃんとした。あのレールを引いた。あの路面の上に、あの電車じゃなくて、馬で運んでたっていうだから、あの。 沖縄の輸送網っていうとまあ警備員鉄道が例えばあの高速道路だとするとうん、うん、馬車鉄道っていうか、まあ、馬車軌道がそういうふうな,あのなんていうか普通の県道みたいな感じなるほどね、はい、バイパスみたいなそんな感じであの運用されてたっていうことで,<ー>でやっぱり、あのー、どちらかというとやっぱ糸満なんかのあん馬とかがよく那覇に売りに行くとかっていうのでじゃあ警備員鉄道 利用してたのって言うとやっぱり運賃がやっぱり結構するんでかかるかだったら歩いていくみたいな感じで <laughs> だからどちらかというと本当にあの、えー、こういう言い方あれなんですけどやっぱりちょっと裕福な会社に行ってたりとか役、うんまあ、所ですね昔で言うとあと師範学校とか師範学校なんかもやっぱり軽弁鉄道で那覇のあの 学校にこう行くっていうのがなんかステータスだったみたいですね。はいうのであの3路線引かれてたんですけど実はガソリンあの、よく蒸気機関車がよくあのイメージされるんですよね、可愛い蒸気機関車、実はガソリン積んだそういうい鉄道も走ってたということで何種類かあったそうです。は<ー>はい、はい であのよくイメージでよく警備員鉄道って言ってあのよく写真とかで写ってるのはやっぱりあのちっちゃい機関車が絵になるからっていうことであ,<ー>あのそういうふうにあのみんな機関車しか走ってなかったんじゃないかっていうんですけど実はガソリンで動くそういうあの昔でいうディーゼル車かなディーゼルっていうかあの頃ってガソリン生したのかガソリンだったと思います僕の記憶ではちょっと間違えてたらごめんなさいディーゼルかもしれないですね重油とかじゃないですか <laughs> そううのやっぱりかわいいやつで <laughs>、うん、だからこれもあの機関車に関しては蒸気機関車に関してはドイツ製って僕ちょっと聞きました<ー>でヘンシェル社製ってわかります,すヘンシェルっていうとちょっとあのミリタリーオタクだったらおって聞くんですけど結構戦車とかいっぱい作る日本でいうと三菱重工みたいな感じの会社の,あの機関車でだからあの明治の時にもうドイツ製の汽車を輸入して 走ってた。当時としては最新鋭のすごいマシンが走ってたっていう意味になるんですよ。はい、沖縄ですよ、ね。沖縄です。うん、あの今の感覚だとなんか可愛い機関車になるんですけど、当時だったらやっぱすごい。あの。例えばあの本当に明治以降からどん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 精を入れてきて機関車を。 どどどどん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 あの日本国内にも鉄道を通した時って言ったらやっぱりびっくりするたとえばスーパーカーが本当に走ってるみたいな感覚だったみたいですね本当にあの笑い話なんですけどあの開通式の時これ沖縄じゃなくて内地の笑い話なんですけどやっぱすごい来賓とかが来て列車に乗るんですけどみんなあのやっぱり日本の感覚で列車乗る時にはあの靴脱いで。 乗っちゃうんでやっ、ねうん、<laughs> て「ここ着きました」って降りる時あの「靴どうしたんですか?」って言ったらあの出発のところで全部降りてきたからそういう感覚の面白い逸話とかがあったりとか。で何て言うか今の今再開発進んでる那覇のバスターミナルがちょうど那覇駅です。 あ、なるほどね。阿武は,、はい、はもう拠点として、拠点としてああるんですね。はいはい<ー>でちょうどあの三二九になるんですかね。三二九のちょっと数字具合であのー、あの昔の三二九になるんですけど、そこの A＆W の後ろの数字道っていうか、あそこが実は細い道があるんですけど、実は京備鉄道のあの取ってた道っていう名残の道なんですよね。うん、これも途切れ途切れでもうすでに開発が始まっちゃって。 今ここ通ってた道だよっていうのもあのこういうふうにつなぎつなぎ見るっていうのもあの難しいどの辺ですかどの辺というとあのちょうど後ろに5 0 0ーぐらいしか道がないんですけどそのちょっと3人距離よりちょっとワンブロック後ろにある 数字道が実は那覇ですね<は>まあその後僕那覇駅からこう小羽倉駅とか小羽倉駅にも何か案内板あるのかなと思ったらもう全くないんですうん、うん、あ,あのちょうど農協会館があるとこなんですけどちょっとあの那覇の人とかでないとちょっとつぐさんなくちちょっとイメージできないですけど <laughs> そっからずっと大体何がある大体あ,いいあそこだ。 だったら何があったかな <laughs>。このままあの北に登っていくとあの与谷公園とかあるんですけど、<ー>は,いは,いはいはい。でどんどん上に上がっていけばあの新都心に出るみたいな。だいたいあのコースがあの与那あのあのカデナ線っていうところ。はいはいはい。あそこからカデナ線が那覇駅からぐっと。あ、名古屋まで続いてたんですか。なカデナまでです。カデナまで。でその後国馬駅とか行くんですけど。うん そこも本当にあの9 9沿いですねうん、うん、あのそこもあの本当に何も案内板がないというかただ一つだけ黒板の近くにあの警備員鉄道の,あの立教跡のレンガ跡があるっていうのが唯一そういうのがあってここがそうなんですよみたいな感じでそれ以外はもうどこに跡形もないというか。うんそうですね、はい で僕が今回歩いたのはあの糸満線というところで、うんいや、与那原線は今、与那原のちょうど、与那原駅があったところは、ちゃんとあのモニュメントとしてじゃないですけど、与那原駅復元してるんですよ、今度、見に行ったらいいですよ。まままででででああるんすすすかり線次糸満線次ね これ全部歩いたんですか。僕はあのイ、ー、ト線だけです。<laughs> ただカデナ線、カデナ,カデナはあのえ那覇駅っていうのばバ, <laughs> バスターミナルから <laughs> あのどん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 歩いてって <laughs> あの国場あたりであの塚山っていうところに折り返してずっと、うん。うん そういう急路線を歩いてたんですけど、うん、あのなんていうんですかね、ななんでカデナ線歩かなかったかっていうとですね、うん、実は昔あの歩道巡りをしてまして、歩いてました。歩いてました。<laughs> <laughs> 僕ちょっと変わり者でして、あのなんかそういうゆユタの人っていうかそういう人から見ると。 北谷さん昔前世修験道やっててあのなんかあちこち歩いてたみたいよっていう <laughs> あだから歩くの好きなんだみたいな感じどうやうか僕もあの鼓動をちょっと尋ね歩きたいっていうことで<ー>王府がやっぱり整備した道なんであ<ー>あのすいません糸満線の話なんですけどちょっと鼓動の話なんですけど <laughs> 王府の築いた道ってやっぱすべての道はローマに通じるじゃなくてすべての道は首里城に通じるみたいな感じであ<ー>あの道あの整備されてるんですよね。うんうん だ首里城から出発してあの浦添宜野湾通ってってやってたんでうん、うん、実はあのあの大体の嘉手納線あたりは実はあの嘉手納線は歩いてないんですけど。 中正解道ってて言われてる道はいるはだたいい歩たたんです、うん、ただ残念なことに警備員鉄道と一緒でほとんど半分以上はやっぱり米軍基地,に基地の中なんで結局58号線を上らざるをえなかったみたいなちょっと残念だったんですけど、うん、あと普天間の行くそういう道もあったんですけど、うん、普天間基地にやっぱりほとんど米軍基地の中,地の中にあっないみたいな、はい だ唯一なんて言うんてうですかね基,基地にかからないとこっていうとあのそういう活電まであるっていうか活電あたりにあるあの中上法東海道とかあと電まで車ああこれは鼓動の話<あ>です<あ> <laughs> とかあと鼓動だったら島尻法西海道あ東海道だ、うん、ああいうところはずっと歩いてたんですけどうん、うん、ただなんであの糸満線って言ったら実はあの 島尻法、青海道のちょっと資料が全然なくて訪、うん、ね歩けなかったんでじゃあ糸満線にしちゃえみたいな感じで、うん、糸満歩いたんですけど、はいはい、あ島尻っていうのはなかなか文献とかあとそういうのをまとめてある本とかあるんですけど、うん、どこの道をたどっていってんだろうっていうのがなかなかつかめなかったっていうか<ー>追えなくて。 あと国並みにもあるんですけどこれ言っちゃうと多分3日か4日かかっちゃうんで <laughs> <laughs> だから結局あの道がそういうふうに何ていうの海沿いは昔の人っていうのはやっぱり歩かなくてやっぱあの崖っていうかあのハンタ道とかってよく言われてるんですけどこれ崖沿いの道っていうんですよねだから山を越え谷を越え結構そうしながらやっと あっっちにいいてたってたうことでだからヤンバルなんかはほとんどヤンバル線で木材とか与那原とか那覇に運んでたっていうことでやっぱ道でこうやってあの運ぶっていうのはちょっと無理だなっていうのが分かったんですよ。うん、今58号線なんか北部なんか行くとまあまあほとんど直線でバーって行けるじゃないですかうん、うん、でも注意していくとほとんど橋がかかってるんですよね。うん ということはそれなりにアップダウンがあって昔やっぱ橋作るっていう技術がなかったから山を越え谷を越えしながらでないといけなくてその中でもルート的に安定してる道はこういうたどりになるなっていうので作ってった道なんですね。あなるほどね、うん、だ昔っってて材木とかっていうのはじゃあ マーラン船ですか。マーとか船で発行で、あ、なるほどね。あのタンポポジさんの昔のプレハブのとこにあの船飾ってあったんですけど、あ、はいはいはいああいうあのそういう貿易に使うでっかい周辺船っていうんですか。じゃなくてあのマーラン船って言ってヤンバル船。とあれをやっぱり海からこうヨナバルの港とか。あ、なるほどね。はい。 そそうです<の>それが一番、ねはい、手っ取り早いというかだから馬とか牛で運ぶ実は道じゃないなっていうので,そうです、ね、アップダウンが激しいはずですからね。はいはい、で唯一整備されてたっていうのが実はあの那覇港から首里城まであるマダ道っていう「真珠の道」って書くんですけど。うん、マダ道が あの、唯一綺麗に石畳貼られてるっていうか、最初から最後まで、今はもう近町の石畳ぐらいまでしか。もう名残りはないんですけど、それ以降のところっていうのは、やっぱり綺麗に整備されてたそうで、まあ、あれもどちらかというと、なんでかっていうと、まあ、実はこれもちょっと変。あの、あれなんですけど、実は軍用道路だったんです、うん。はは那覇港あたりとかに、そういうふうな変な和港って言われるは、まあ。 和光っていうと日本の海賊になっちゃうんですけど、うん、まあそれも中国もいっぱい入ってたと思うんですけど、うん、和光が来た時に追っ払えるようにあの来たって言ったら首里からこう兵隊さんっていうかそういうあの兵士をバーって那覇光にあの走ってっていうか持っていけるように整備したのが実はまだま道ってて言われてます、はい、これはいつ頃の話で首里。これ 慶の時代なんで1600年か700年あたりからもう整備されてたと思うんですけど<ー>ペリーがあの来た時なんかも多分まだまメチ取ってるはずです。ななるほどなるほほどど、はいまあ、名前は真珠ってすごいあれなんですけど実はそういうので,で実はそういうあの実はあの薩摩が進行あったじゃないですか、うん、あの時も実は那覇港で一回追っ払ってるんですよ。 はい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 三重城とか今那覇軍港の中に入ってる何城かちょっとすぐ出てこないんですけどあそこでちょっとすごいでっかい鎖みたいので港に入ってこれないようなそのくらいのそういうのがあるんですそうなんだ一回追っ払ったんだ一回追っ払ったんですけど北部辺りで上陸されてちょうど南下されて攻められてきちゃってこれが実は不思議なことにあの あの沖縄戦でいうあの米軍が辿ってきた道と大体似てるっていうことで<ー>、はい、これもなんかの因果かみたいな実はあのアメリカというかペルーなんかもあのあちこち港の深さとか通れる道路とかを測量しました。 あの中城のなんかは結構そういう反田道とかってそういうのであの道とかを結構観光じゃない観光でやってるのかな教育委員会が結構いろいろやってるんで保存とかでやってるんですけどあれなんかもどちらかというとペリーはなんかもまだ現存というか綺麗に残ってる場所でしてあの上に成城機立てたからペリーはって言うんですけどなんかあれですよねやった占領したみたいな感じで。 まあ軍事目的です、要はこ,この港はこれくらいの船が入ってこれる、この道路だの幅だったら何名ぐらいの兵隊が通れるとかっていう、そういうのを虎視眈々とやってたんですよね。は、うん、はい、はいただ どちらかというとやっぱりそういうペリーの思惑がやっぱりあったのかななんていうのも感じるんですけど要は、うん、どうしてもこういうあの沖縄を語る上では本当にあの悲惨な地上戦というのはあの避けて通れないんですけど糸満線も本当に3月の下旬から結局もう二度と運航できなくなるくらい漢方弾とかそういう爆撃とかで。 走れなくなくっちゃ世糸満線の話に戻りましょうね、うん、結局そういうのであのここがこういう道だったよっていうのとかはあの本当にあの破壊しつかされてしまったっていうのがあって、うん、本当に唯一手立てで残ってるっていうと糸満線でいうとですねえー、っと立教跡のコンクリの三角形 コンクリーみたいな感じのとか <laughs> 分かりにくいんですけど <laughs> 本当畑の中に <laughs> 畑の中にポツンとあったりとか、うん、これ言われないとそのまま素通りしてしまうとかうん、うん、あと、先ほど言ったように糸満駅っというの,あのな何か書かれてるんですかなないですないんか <laughs> 本当ないんでですす本当 これあの、実はガイドブックとかにック、ね、<laughs> 載ってるんですけどやっぱり僕の,ここ <laughs> 僕の中ではあのあここまで破壊尽くされてしまったんだ南部,戦石あ南部っていうのはもちろん中部もすごい破壊されましたよ、うんはい、だから、やっぱここで何も残ってなかったっていうのでどれだけあの想像力を膨らまかすかにかかってるんですよ。うんうんうん 例えばあの本当にあれなんですけど、平和の石陣に行って、あのすっごいびっしりとあの石陣があるじゃないですか。そこからどうやって想像できるかっていうことなんです。あの白いあの名前一つ一つがあの犠牲になった人です。で、ただ飾あの名前をこう並べてるわけじゃなくて、この人一人一人に いろんなドラマがあったはずなんですよね。うんうん、やっぱそういうところとかもあのやっぱり沖縄来てですね、うん、そういう平和学習とか修学旅行とか生徒がいっぱい来ていただいてるんですけど、やっぱそういうところからも空想力っていうか想像力をもっと膨らませてきてほしいなっていうのがあるんです。うんうん、あの例えば僕の中では本当にさっき言ったようにあのもう一つのコンクリのそういう あの水タンクがあるんですよね、うん、そこもいまだにやっぱ生々しく銃弾の跡があって、うん、コンクリートがえぐれるくらいの破壊力を持った、うん、そういうのが飛び交ってたっていうのですよね、うん。そういうところかもやっぱりあの想像してほしいなこのこうコンクリートのただ欠けてるように見えてるところもうん、うん。の日どっっかか行たんです僕はあのまたふらふらとヌヌ町窯とかっていうのがあの八重瀬町にあるんですけど、うん、あそこもあと あと糸和、うん、あ、僕ももう中に入らないですよ、うん、あそことかでやっぱり歩いて行ったんですかあのいやあの歩いて行ったな。まあ暑かったですよ俺13日暑かったですね <laughs> やっぱりあのやっぱそういうあの糸和子の実はそういう体験談とかも旧玉あの南城市なる前の玉ま君の時にそういう教育委員会が出してたのを読んでて、うん、あ。 もうこれ文章ではもう途中で読めなくなるくらいやっぱ信じられないっていうのがあってですねあの普通病院とかって言ったらねあの綺麗な清潔なベッドに清潔な布団にってあるじゃないですかもう野戦病院とかそういうとこって言ったらあのまだあの始まった時は早春の陸軍病院とかはまだそれなりにあの 機能してたんですけど、うん、どん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 中部戦線から人が運ばれてくるようになると。うん、あっという間に満杯になって、うん、その病院号の中にすら入れない。っていうがあって。あのう、保証。はい、保証いっぱいいてってことですよねで。で、さらに。おいつこ。これってあれですか、あのなん、不祥兵、はい、あ、もう兵隊さんが、ね。はい、入るのはあれだけど。一般人はどうだったんですか。か一般の人ですか、防衛隊の人とかは。なんかって聞いたことあるんですけど、一般の方は。多分軍の。 管轄だったんで、多分入らなかったんじゃないかと思うんですよ。<laughs> どうしたんですか。やっぱ町医者に行くか、なんか <へー S 1> とかですね。はいはいはい。ちょっとそういう、あの、まあ、あの、まあ、二十三日過ぎたということで、こういう話になっちゃったんですけど。僕が、あの、そういう。号の、病院号とかの、そういうのを調べ出して。すごくショックだったのはですね。普通、あの、上原さん、重病な人ほどは。どういうふうな対応しますか。 例えば傷を負った人とかで深い。あのもうこれは一刻を争うってなった時って言ったら、やっぱそれなりにあのあの優先順位を上げて治療しますよね。で、軽い人はちょっとちょっとこれぐらいの傷だったら、ちょっと今重症者がいるんで、ちょっと我慢してみたいな感じで、ちょっと後回しにするじゃないですか。逆だったんです。あの、重症の人は郷に入れてもらえず、あの外で。 あの結局助かる見込みが薄い人に、うん、あのもう貴重な医薬品を分け与えられないなるほど、ね、あ兵隊さんがこういう扱いっていう言い方もあれなんですけど、うん、こういうのなら民間の人なんかはもうそういうのほぼ無理ですよ、ねうんはい。だからそういうところからからを見てあ沖縄の地上戦ってこうだったんだっていうのがあって、うん、これがもしあのよくよく 言われるんですけどもしこれが本土にもさらに戦争を続けてやってたとしたら、うん、今度は九州沖とあの千葉沖に連合軍が10月か9月か10月頃に上陸する予定だったんですよねこれになった時って言ったら、実は沖縄戦以上の悲惨なことが起きるっていうのがもう 分かってたんです実はあの農林省とかは、うん、もう9月10月で飢饉が起きるってもう予想してたんです。食べるもよくこれ「日本が一番長い日」っていうのが最近あの去年かなあの映画で封切りされてるんですけどうん、うん、これが本土決戦用の武器ですってこう展示されてたのを見たらこれもう火縄銃とか <laughs> <laughs> 刀とか <laughs>。 笹俣 <laughs> とか槍とかなんです <laughs> 弓矢ですね結局もう戦う武器がなかったんですなるほど、ねはい、だからこれがもしですねあの本土でおこさなわれてたら、うん、沖縄以上のこう悲劇が起きてたはずなんですそれをやっぱり沖縄でこういう言い方するとあれなんですけど、うん、あのやっぱ本土の人はやっぱり 感謝すすべきだと思いますねこれは僕の持論なんで、うんまあ、いろんな思いを持たれてる人っていっぱいいると思うんですけど、うんまあ、僕の中ではやっぱりあのー、やっぱり本当に沖縄に対してはやっぱこれ以上あの失礼なことをしちゃいけないんじゃないか、うん、やっぱ基地僕の中でもうどう見てもこれはやはり負担多いんですよね基地からすると。うんうん、日本全全土の安全保障っっていうんだったら やっぱりほとも受け持つべきだっていうのが僕の持論なので、まあ言いたいまあいろいろな意見があるんですけど、これはここは僕の意見なんですけどね、はいそういうのもありまして、おついつい長く反対してしまいました。CM 入れない、入れないといけないですね。CM 入ります。あちょっと何大丈夫なのかなごめんなさい。じゃ自分のなんかこんななってるから、あ大丈夫なのかな。あこれちょっとマウス触ってみてください。 向きます。パスワードを入力してください。多分置いてるはずです。あ、あ、あまりまたこういうセンス <laughs> <縄の> <laughs> <laughs> 後半ちょっと変えましょうね。すみません。<laughs> あれ話していいですか？すかね、山のいや次のチャンスをたいな。いいですか？<laughs> 記念公園も行ってきたんですかあそれは23日は日ということで後半始まりましたけど <laughs> ちょっと熱く語ってしまいましたけどいろんなものをぶっ飛ばしてしまいましたあのすみませんスポンサー言うの忘れてましたね <laughs> 株式会社コウさん、えー、浄水活性装置光を販売しておりますこの水っていうのが本当においしいんです上原さん。 料理で使ったら一発でわかります、ね。<laughs> いや、僕、あの、持って帰ってます。あ<ー>あ<ー>、僕も持って帰ってます。今日もいただいて帰ってますけど、はい、水がまろやかに、本当に美味しくなる活性、うんえー。装置がありますので、うん、ぜひ、あの。株式会社こ光,光る工程の光で、ちょっと検索してみると、わかると思いますので、はい。 とということでスポンサーの紹介も終わりましたけどちょっと話題がですねちょっとどうしても6月っていうと僕の中では本当に異例の月になってしまいましてこういう話ちょっと熱く語ってしまったんですけど、うん、ちょっとここで話題をちょっと変えましてですね上原さんウチナンチュ大会なんかの話なんかしてみましょうかこの前あのブチあの世界のウチナンチュ大会の若者のほうの。 あの実行委の部長さんがタンポポの園に来られましたか。はいはいはい。仕事だったんで。あのお会いできなかったんだけど連絡電話で来てたんで。あどんな感じですか。タンポポの園をちょっと見学して。はいはい。でまた改めて来たいって言ったみたいなんで。今回はちょっと仕事の件で。うん。あのえっと上りのあのえっと琉球コーヒーのえっとロゴの関係でなく来た。

えっと、若者うちアンチ大会と世界のうちアンチ大会というのはまた別に一つのあれじゃパッケージじゃなくて分かれてるんですかそうなんですか若者は若者で23から26日。ちょっと前教えてもらったのがですねちょっと待ってくださいね <laughs> 上からちょっとしゃ喋って,てください,っとい26からあの30日が世界のうちアンチ大会セルラースタジアムで開催される。うんうん、26日はあの 国際通りでードも行はい、それは僕も参加しまい、あ出ました20日と23日が若者内南地大会20日から23日世界内南地大会が26日から30日がフィナーレになってるのがその若者内南地大会が沖縄県の各地でイベントをやるらしくて最終のフィナーレがカッチングスクール カツレングスだ。ああカツレンで。うん。ああ。見えないですね。あこっちだと逆になりますね。カツレンの方。あカツだからライトアップとかしてすごい綺麗だと思うんですよ。カツレンセレクトしてるのはやっぱり何ですか。こうキムタカを目指してのそまあそんなやっぱり若者。はいはいはいじゃないですかね。だからあのこの県内のアーティスト若いアーティストも呼んであのなんかイベント。ああいいですね。はいはい。若者からあの。 そうですね。今から若者がどん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 と世界に目を向けていっていただいて、だあの毎年のようになんかあのやっぱり世界の各地、世界のウチナンチなんかとあなんか交流を深めてるらしくて、それもすごいなと思った。あのね沖縄である世界のウチナンシ大会ってなんうんと五年に一度でしたよ。四年一度かな。四年か五年どっち。 オリンピックみたいな感じですよねだけどあの若者の方はもうあの沖縄から、まあ、ブラジル行ったりんなんかアルゼンチン行ったりペルー行ったりとか,って,なんかやってるみたいですねあこっちから逆にこうや、ね、って。 あの部長さんも7か国ぐらいいいですね、すごいですね。自分も行きたいみたいな。あ、パスポートはもう作りましたか？まだ作ってない。なかなかタイミング合わなくて。まあまあそれはまあ近いうちあの作ろうかなと思ってるんだけど。はいはい。で26からあの世界に他本格的にあのこの世界のウちラシが集まってきてっていうなんかえっとセレスタジアムをメイン会場に。はいはいはい。 26日に国際ドルでパレードにパレードして誰でも多分参加できると思う本当に気軽に行けるようなそうそうそう別になんかね特別なあっちとこっちで分かれてるっていうわけではなくてうちのアンジですからはっきり言ったらみんなで参加してほしいって思ったりするああはいはいんかイベントやってるねじゃなくてもう来て一緒にやろうみたいな感じでうそ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 う もう本当にイチャリバ朝です、あのブラジルコーヒーなんかも飲めますかね。<laughs> あのすごい濃いらしいんですよ。<laughs> あ、そうなんですね。め<ー>ちゃくちゃ濃いコーヒーをちっちゃいカップで、クイッと飲むみたいな、うんうん、なんか。うんうん、カプチーノっぽい、なんか、そう,そういう飲み方らしいんですけど。ね、<laughs> だから、そこでね、あのー、やっぱりね。 あ流キコーヒーっていうのね、出したりね、最高ですけどね。まあこれからですけどね、琉球コーヒー。今からですね。はい。あとうちのあそばも広げていきたいですね。あのうんと苗もいっぱいタンポポのに見ました？見ました見ました。今日咲いてる見ました？見ました見ました。綺麗でしたね。すごい可愛がってますタンポポさんは。あれはなんか。 気持ちいい場所になってます。あちん。ですね。毎朝、あそこであのコーヒー飲んでるんですけど。はいはい。贅沢な時間をついてます。先生いいっすね。そういう贅沢、至上な、あ、克服の、あのコーヒーですね。いっぱい。がしかも、はね、屋根もついて。ああ、上等屋根ですね、あれ。はいはいはい。で、向こうで朝コーヒー飲みながら。これまで、そういえば、あの。はい。 一言作って待っていた。あ、本当ですか。通学用。丹後先生と。そうですね。でもはいはい。あと結局7月24日に結局あのあのこの楽勝大学のあの東京へと。うんうん。東京でやってほしいということで、あのこの楽勝大学のこの。 あの、三尾さんと、北西さんと、自分三名で行って、はいはい、ラジオのように、トークライブをするという。いいですか <laughs>。いいですか、僕で。はい<で>。<laughs> カフェも、ついでにやる。はいはい あ、あれつぐ会はついでですよね。ついでなんですか？でもこれをあのずるずる食べながら聞いてみたいな感じでいいですか？あの懇親会でやるために、懇親会なんですか？のりですよ。僕てっきりあのあのなんかディナーショーみたいな感じかななんて思って喋りながら、楽勝大学やって三島さんの話してその間にあの自分いろいろ準備してみたいな。 すすごいですね東京にこう呼ばれるっていうのもこうやっぱオレンジ上原さんの <laughs> これもね <laughs> 面白いですよね、はいはい、どうなるかわからないんですけどね。<laughs> とりあえずあの <laughs> 楽しもうっていうのが全くわからない世界なんで、うん、ど,どういうふうに、ね、やっていいのかもまだ手探りの状態なんですけど少しでも、ね、やっぱり自分だけやっぱり進めたいのは継ぐか不要を進めたいわけでもなくて。 やっぱり楽大学なんで楽勝大学なのかって言ったらあのたんぽぽ農園たんぽぽ農園とは何なのかってのは結局琉球コーヒー琉球コーヒーを沖縄から世界へっていうことでそのやっぱり宣伝の一環としてやっぱり東京に行こうっていうやっぱり3名で行こうっていう話になってるんでやっぱりその熱い思いを本土の方にもね東京の方にも聞いてもらいたいなっていう思いがありますね。 夢はでっかくですよね。そうですね。はですねよそういう感じで7月もう1か月切りましたね。あそうですね。だから何着てこうかしらってこの格好でいいですかねネオ琉球スタイルで飛行機乗る時大丈夫かなみたいな感じなんですけどなんでも目立つように目立つようにということでそちょっと一回 CM 入ります。 いいですよねー。 天気ですね。ね<ー>はい。後半始まりました。<laughs> <laughs> いやあ、本当に今日本当天気いいですね。<laughs> あの本土の人からこう <laughs> ユーストリームとか聞いてると今内地すごい雨なんで。 そうです梅雨,、はい、梅雨ですね梅雨真っ盛りです。結構被害とかも出られてるみたいなんですけど梅雨明けた途端こう沖縄は本当に反対に雨が全然降らないから今度ダム大丈夫かみたいな感じになっちゃうんですけど、うん、そういう、まあ、心配もしい,いので今日、上原さんもまたなんか温かしい曲を弾いてくれるんですかなんか 八重山の。八重山の歌を弾きましょうね。はい,はい、はい。なあのね、沖縄から世界へということは。はい、はい。やっぱ上原さんも八重山に、やっぱり、やっぱルーツは沖縄の中でも、やっぱり八重山。そうですね。やっぱ八重山民謡に関しての、こう思いっていうのは、やっぱすごく強いと思うんですけど。はい,はい。はい。そうですね。あの、やっぱり、あの。 僕自体は、ねうん、あの八重山で生活したくともないんですうちのお父さんもやったことないんだけどうちのおばあちゃん方おじいちゃんおばあちゃんなんかもともと八重山っていうことで,、うん、で全く知らなかったんだけど、はい、やっぱりあの本当に30 20後半ぐらいからかな、はい、あのやっぱりねあのこのおじいちゃんおばあちゃんなんか住んでたところに歌とかがあるってい三線があるっていうことか。うんうん こ、うん、あらだからだから若いもうちっちゃい頃からやってるわけでもなくて急にやりたいっていうみたいな<ー>、うん、急な思いたちであの始めたたまたま本島で沖縄本島であのうちの,い,あのいとこのおじさんが三振の先生してたんで、うん、そこの門を叩いたっていう、うんうん、教えてくださいっていうことでなんかちょっとしたきっかけかもしれないですけど内地とかに行かれたりとかしたことあるんですかね やっぱその時僕もそうなんですけど僕も生まれは石川なんですけど、うん、離れてからあこんなことがあったんだとかあなんかいつもだったら見向きもしないその地元の和菓子が急に食べたくなったりとか、うん、あの今まで普通に食べてたやっぱご飯がですね、うん、やっぱ全然違う場所に行くとっていうので、うんうん、そういうのであ、うん、自分のアイデンティティって一体何みたいなのとか、うん、やっぱ出てみないと分かんないっていうころ、ね、があって。うん 岐阜県に行ってたことあるんですよ。岐阜に、はい、はいはいはい、岐阜に、はいはい。でやっぱりあの恋しくなるんですよ。あ,あの <laughs> ポークが食べたいみたいな感じの、そうそう,そうそうそう、<laughs> 本気で恋しくなります。だから何<ー>ていうのかなあの岐阜にいてあの。はい え今でも東京とかねたぶちょくちょく行ったりするんですけど天気予報を沖縄の見るっていうなんかわかる気がしますなんかあそこの東京にいたら東京の天気見るんですけどはい、はい、その後沖縄のチェックするっていう、はいはい、<laughs> 沖縄晴れかみたいなやっぱ気になりますよね <laughs> <laughs> 一回、やっぱり外に出た方がやっぱり沖縄のなんかありがたみっていうんですかね、思いが余計に分かるっていう、だから若い人たちもねどんどん外に出ていって欲しいなと思うんですよ、世界に行っていっぱいうちアンチもいるしそういうなんかきっかけにね自分なんかもなれたらいいかなって思ったりしますけどね本当、そうなんですよね、一回出てみないと分かんないところがいっぱいあってっていうので、僕も恥ずかしい話ですね。一回あの これちょっとあれなんですけど外国に初めて行った時に初めて日本の良さが分かったんですよね、うん、あの治安の良さといい <laughs>、うん、やっぱりあの清潔感っていうんですかね、うん、とかあと食べ物の味覚の種類がすごく多いっていう、うん、甘い辛い渋いとか,なんかそういう極端ってことですか極端やっぱ外国ってあんまりバリエーションのない国に行っちゃったんで。うん 東南アジアとか僕行った時ってあすごいバリエーションいっぱいあると思ったんですけど、うん、ちょっとああいうなんていうんですかねあまあアメリカ行っちゃったんですけど <laughs> なんかなんかあの味覚が単調だなって思ったんですで最初は「わチキンだ」とか「ハンバーガーだ」みたいな感じで結構やってたんですけど<ー> 1>, 1週間以上それやるとやっぱ飽きちゃいますよね <laughs> みたいな感じの <laughs> ああこうあの卵ぶっかけご飯が食べたいみたいな感じとかですね。は、ね、はい、はい 白いご飯そういうので <laughs> ああやっぱり日本人だなあみたいな感じとかそういうのがやっぱり日本国内でもやっぱりあるっていうのでですねだからあの「旅をせよ若者」みたいな感じでうん、うん、そっから僕もあのどちらかというとなんか沖縄にすごく惹かれたっていうのはやっぱり <laughs> なんていうんですかねあのこれ今まで聞いたことのない音階だとか、うん、あの今までこう感じたことのないそういう 考え方っていうかですねこんなんで大丈夫なんだ1回会えば兄弟なんだとかですいいよいいよ気にすんなよ寄ってけよみたいな感じのすごいフランクなところがこれってやっぱり人間ってここまで優しくというかお友達になれるんだっていうのはこっちで教えてもらったっていうのでここはもっと学ぶべきものだみたいなのでどんどん勉強していくとまた面白いこと面白いことみたいな感じが。 音楽に関しても多分上原さんもそういうので、どんどんハマってったんですかね。そうですね。だって、八重山のユンタとかね、結構労働家じゃないですか。うん。だって、人道税ととんでもないことをされてるはずなのに。の歌はこんなに軽快な歌な、んですよ。はいはい、だ、結局あれなんですよ。あの。えっと、もう、どう、どうせもうやらんといけないんでが。<laughs> はいはい、どう楽しくしようかって考えてって、やっぱり歌って、生まれてるはずなんですよ。 あの怒りだろうじゃないけど全部ひっくるめてそれであのあのどうせやらないといけないことならいいようにやろう,ういいように考えてやろうってもう味方の問題だと思うんですだからすごいなって思ったりするんですよ。たくましいですよね。うん、すごいことですよ、ね。本当に仁徳前のあのあのなんていうんですかね、搾取する量って言ったら。 内地だったらあの多くてゴブゴブとかですねやっぱ生かさず殺さずみたいなあるんですけどもう7割8割当たり前みたいな感じで食べるものじゃないぐらいの勢いだったみたいなんで基金とかそういうのがあっても関係ないみたいなこの量を納めなさいってなったら納めなさいなんですよねだからこれってマラリアとかもあって大変だったみたいなんですよ本当にああ、あこの話するとまたすごく長くなっちゃうんですけど そうなんですよ人頭税 <laughs> を調べれば調べるほどやっぱりあの先島の人っていうのは本当にたくましいなっていうのをだからこんなにあの強いっていうかですねあの宮古だったらあららがまって言いますけど山ではそういうなんか掛け声みたいなのあるんですかねあちょっとないですか <laughs> そういうので。はいはい <laughs> 今日はどういう曲を弾いていますか。なんかあのやっぱりねあの沖縄から世界へっていうことで、バシンというバスのトル、うん、バシントババとい,いですね。バ,バ,バシンというですね。八重山の有名な曲ですね。バスノトル星 ありがとうございました。いやー、こう借りつけてもらいましたね。あの、やっぱ冠は知って、そうですね。ですよね。句試験用語じゃないですよね。あの海に向かって飛び立ってたっていう。そうですね。あの飛び立ち、飛び立ちというかそうですねアコウの木から飛び立っていく様がもうあの素晴らしい。素晴らしいという。それをなんかね、やっぱり正月のこのあの。 登ってくる太陽に向かって、うん、あの正月の初日の出に向かって飛んでいく様がす、うん、素晴らしい,い素晴らしい。うん、これやっぱりお正月によく歌われる歌になってんですかね。まあ正月にとりあえず初め正月に歌いますね。であとはお祝いの座で。やっぱりあ,あの本当で言うとカニヤでフートになるんですけど近いですねもうそんなもんですよ。あ,うん、あとあの他には、ね、はいはい。

これだけは真面目にやろうねみたいな感じの、結婚式なんかもそうですよね。そそううここだけは、ちゃんと真面目にやった。あとはもう、お祭りでいいですみたいな感じの。あ、そういう。だけど、まあ、結婚式は多いですね。カジャディ風はね。うん、よく、い、引いてますよね。八重山でも引かれるんですかね。八重山、だから、結構、こ、こういう、あの、こういう。いがもう主に。カジャディ風は、引かないんじゃないかな。向こうは、向こうの。向こうのやり方があるはずだから。なるほど。 そういうのがあるんですね。だけどあの親族の患者で見ると面白いですよね。<laughs> あ、そうなんですか。間違えてるよ。<laughs> <laughs> いやでもやっぱりあの準備にはかなりのあの時間がかかったはずなんでやっぱあのスローで踊るっていうのは反対に難しいみたいですね。すごいですよね。だ,だけどあのなんていうのかなこの沖縄の結婚式って披露宴ってなんか友達なんかみんなあの 余興やるじゃないですか。はいはい、あれもすごいことじゃないですか。すごいことですよ。ね<え>あもう本当にあの。だって200名とか300名集,、まはい、集めてやるでしょ。は<ぱ>すごいですよね。あのしかもステージにあってしかもあのもう生ですからね。そうだそうなぶつかるもんすかね。一時あのビデオのそういう編集のやつ流行っ。 やっぱりステージでやるのがいいみたいな感じでまた復活しだしてきてますし練習するんですよしますよねみんな仕事終わって集まってああこれすごいですね自分もいっぱいやりましたよ太鼓とかも実は驚いたのはその余興のコンテストまであるっていうのがやってますねこれはやっぱりいやばこれお金取れるみたいな感じですよね でもそうやってこう楽しもうっていうのが前面に出てそ,、ね、それでみんな苦でもないんでしょうね結構衣装なんかもこれ結構お金かかったろうなみたいなのがあるんですけどう <laughs> そうですよねあれ本当にお,お金と時間とってかけてやってますよみんなはいはい結構本当にやっぱりやっぱりの思いって何なのかってやっぱりね幸せになってもらいたい喜んでもらいたいがメインじゃないですか,、うん、かそれをなんかみんな集まっっててやるっていう そういう感じであの上原さんもう1分半切っちゃったんですけど <laughs> <うだ S 1> ちょっと <laughs> 今日はまたいろいろと話が飛び飛びになってすいませんけど <laughs> 今度の7月の24日ですねいよいよ東京でも楽勝大学に通うカフェということでやりますし、はい、またあのどん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 とあの琉球コーヒーを 世界に持っていくためのツールとしてこの楽勝大学もどんどん羽ばたいていけばということで,で,、ねでねうん、雪コーヒーを、ね、世界にということではい、はい、やっぱりいろんな人に、ね、知ってもらいたいっていうのがとりあえず今の目標ですねそれで今あ,のあちこちで宣伝活動をしております。はいはい そういうことで、またあの株式会社、コウさんがですねスポンサーになっていただいてますのでありがとうございます。ということで今週の楽勝大学、ちょっと話がですねまたい,、まあ、こいつもこんな感じですよね、とびとびになっちゃいましたけど、どうにか着陸できたのかできてないのかよくわかんないんですけど、<laughs> 何の話何の話になってたかなみたいな感じで始まっちゃいましたけど、来週はねッドさんい帰ってくると思うんで、3名でやりましょうね。